お前を止めるべきじゃなかった。正しい判断だった、あの時は。あの時はペンタゴン ID の秘匿通信だ。俺がいたらまずいだろ。エアニック、座れ。ケイト、話そう。お前を探してた。ジャン、お前もいたのか、こいつは。いい、何の用だ。ウラジミール・マカロフの件だ。続けて、将軍。マカロフの資金源について手がかりを。探してるのは金じゃない。ソープ、金をたどれば奴につながる。どこから情報を。部下もいないくせに。そいつは間違いだ。おい、嘘だと言ってくれ。ソープ、元気か。あの時はありがとうよ。ラズウェル、こいつらの位置を把握してるなら空爆で吹っ飛ばせ。ゴースト、そいつは釣れないな。何を企んでる。俺は与えられた仕事をこなすだけだ。俺の仕事は敵を殺すことだ。お前は敵か。諸君、落ち着いて話し合おう。対極的な見地に立ってほしい。お前はマカロフを捕らえたい。協力できるぞ。見返りは何よ。帰り先だ。私はこのままでは終われない。勝利に名を連ねたいんだ。受信トレイを見ろ。また連絡する。名前と場所が分かった。奴の作戦は信用できない。これは情報であって作戦じゃない。あいつはな、嘘つきなんだぞ。 CIA の私が嘘を見抜けないと思う。分かるでしょ。タイ、情報のためなら取引もする。いつもと同じです。そうだな、ギャリックの言う通りだ。ボス、俺たちならやれる。ジョニー、そうだよな。やろうぜ。用心しろよ。いいな。シェパードから何か引き出せたか。グレイブスはどれほど関与してる。奴らは共犯者だ。文字通りな。今やマブダチさ。あの二人の情報は使える。マカロフには資金提供者がいる。ミレーナ・ロマノバという名のオリガルヒで、もう何年も奴の言いなりだ。彼女の居場所は。プライベートアイランド。孤立した僻地か。楽園にある要塞だ。誰が警備をしてると思う。カンニグループだろう。情報には設計図や土地の地図も。どうすりゃいいんだ。ミレーナは拘束できない。法的にはね。だが資産は奪える。彼女の口座に侵入できるサーバーがあるはずだ。セキュリティを突破しなきゃならないだろう。認証キーを持っている者がいるはずだ。それがあれば私がリモートで侵入できる。海から潜入して二手に分かれよう。俺は認証キーを。ゴーストは島の後方を確保だ。監視役は。私がドローンから指示を出す。いい作戦だな。それじゃ金を追うぞ。ジョニー、攻撃用意。嵐が来るぞ。状況報告。目標に着いた。二手に分かれ。私は監視を。ブラボー、取り掛かれ。了解。優先目標は認証キーだ。ミレーナの護衛官が持っている。その男が HBI だ。ソープ、奴は島のそっち側だ。HBI の位置を追跡する。電波はいまいちだが、奴の位置は更新されるはずだ。了解。防衛線の安全を確保しろ。俺は無線を。頼んだぞ、注意。ああ、奴らに必要なものだ。浜辺を捜索する。シャドウが島を偵察したとき物資を残していった。探してみろ。了解だ。役に立つかもしれない。ウォッチャー、近くにあるこの小屋は何と呼べばいい。アスマヤって言うんじゃない。ジョニー、海に来たことがないのか。雪山の方が好きでね。スキー？それともスノボ？スノボだ。ジョニー、スノボは品がないやつ向きだ。数値する。調べてみたんだが、HBI の名前はネスター・グステフだ。夕食には帰れないと奴の家族に伝えてやれ。
防衛線上に脱出用の乗り物を確認。何台だ？入江に4隻のゴムボート、東の海岸にヘリ1機、警備は最小限だ。逃げられるとまずい。全て片付けろ。ラジャー、退路を断つ。建物から出る。了解。島にはコンニがうようよしてる。 HBI を倒した。周りは気づいてない。ソープ、手際がいいな。奴から認証キーを取れ。セブンは認証キーを下ろしてくれ。後方防衛線の警備を倒した。ゴースト、ボートとヘリを破壊しろ。誰も出入りさせるな。任せておけ。口座にアクセスするには認証キーが必要だ。認証キーを手に入れた。セブンワン、よくやった。端末はバンカー内にある。鍵を持っていけ。ボートを破壊した。次はヘリを狙う。よくやったゴースト。昇降機を見つけた。役に立ちそうだ。端末は無線塔の下のバンカー内にあると思う。端末のあるバンカーに着いた。ドアが封鎖されてる。他の場所から開けられるはずだ。警備室か専用室だろう。俺もそう思う。ブラボー、いい判断だ。場所を特定しろ。バンカーに端末を特定した。無線塔の下にあるようだ。バンカーの向かいの建物の外にいる。姿を捉えた。移動して確認。バンカーのドアが開いていく。了解。手際がいいな。バンカーに入り、鍵を使って端末にアクセスしろ。そういえ、バンカーに入った。了解。ソープ、端末にアクセスしろ。防衛線の敵を全て倒した。敵の動きはない。了解。よくやったソープ。口座がいくつもあるな。銀行に支店コードも。
だが全て生体認証でロックされている。屋敷から何度も電話が発信されてる。ミレーナがいるに違いない。彼女の顔と両目、指紋がいる。了解。祖父、屋敷に集まれ。ミレーナを生け捕りにする。コンにはミレーナを死守するだろう。死守がなんだ。やってやろうぜ、注意。気をつけろ。島で別のドローンが動き出した。ジョニー、空に注意しろ。あれが飛んでいたら片付けるんだ。ラジャー注意。ソープ、ロマノバがオフィスから電話してる。信号を傍受した。聞く価値がある。待機しろ。端末にアクセスしてるのは誰？すぐにグステフを探しなさい。グステフは仕事に暴殺されてるのさ。ミレーナが動揺してるぞ。金が大事なんだ。よし、それを武器に。メインハウスだ。屋内に入る。了解。気をつけろ。監視の目が届かない。了解。ロマノバはどこだ。オフィスに閉じこもってる。3階の鍵のかかったドアの向こう側だ。どうやって突破する。ゴースト、警備システムの電源を切れば私がドアを開けられる。了解。電源を切ればドローンも止まるはずだ。ロマノバを捕らえたとしてもコンには止まらない。やつは死ねば止まるさ。なるほど。ソープ、どうすればいいか分かるな。大掃除だろう。ウォッチャー得意分野だ。今は島中が警戒態勢に入ってる。ゴースト、電源はどうなってる。じゃあ特定した。ジョニー、攻撃を続けろ。警備システムを切れば止まるんだよな。そうなるように祈ってくれ。ロボに撃墜。注意、状況は。助かった。ラズウェル、ミレーナのドアを開けてくれ。取りかかる。待機しろ。ドアが開いた。入れるぞ。ジョニー、中で会おう。特殊部隊だ。両手を上げろ。座れ。くたばれ。座れ、ミレーナ。ボスはどこにいる。ボスなんていない。指図できるものもね。そっちはどんな様子。非協力的だ。これで話すぞ。手を出せ。なぜ切り落とすの。そういう役はあいつが。なぜマスクを。顔を隠すためだ。ログインした。
口座を調べてもウラジミールには近づけない。それはどうかな。コンニの口座が紛れ込んでる。最近ゾルダヤ刑務所に送金してるな。収容所か。マカロフの逃亡資金だ。富は道を開く。マカロフの金庫からいくらかルーブルを引き出そうぜ。できた。彼女の反応を見てみて。マカロフから8500万を CIA の闇資金に移した。ウラジミールの仕事はすでに取引が終わってる。あんたたちって無能ね。お前もだろ。部下はくたばり、口座は引き出し放題だ。あんたが盗んだのはマカロフの未来。ああ、ソープ、今の聞いた？ああ。じゃあ彼女の資金を狙いましょう。そろそろ脱出しないとな。出なきゃ彼女を連れていくことになる。スイス国立銀行。これはお前の個人口座か。金はほとんど動いてない。そのようだ。あんた一体何様なの？痛いところをついたようね。引き出そう。それは絶対ダメ。何か不都合なのか、ロマノマ。マカロフの計画なんて知るわけない。私はただの投資家、わかるでしょ。指紋を取らせろ。嫌ならマカロフの居場所を教えろ。何なのよ、お前らも支持してるやつも。その口座は私のもの。戦い抜いて勝ち取ったんだ。もう一押しで落とせそうだ。仕方ない、こいつに代わる。彼が黙ってないわ。金がなければ私はおしまい。その金が必要なの。なら教えるんだ。マカロフはどこだ。ボストークよ。ボストークキャピタルに送金した。サンクトペテルブルクのウラジミールは古い物件、廃墟を買い漁ってる。目的は知らない。私が知ってるのはそれだけ。なるほど、それだけ分かれば十分。今後もご贔屓に。じゃあな。命乞いをしたって彼はあんたたちを許さない。地獄に落ちろ。